大竹のもっと言いたいた放題月曜日はこの時間も引き続き経済アナリスト森永拓郎さんです。はいということで、えーうん、岸田総理がですね6月21日に会見を開いて、はいまあ、物価高対策として、はいえー、今年し8月から3か月間、うんはい、電気・ガス料金への補助金を復活させるという方針で 方針を明らかにしましまたもともと私解散を打って出るんじゃないかなっていうふうに思ってたんですけどそれはやっぱり無理で、うんえー、今総裁選に向かってそこでの再選を目指すというふうに戦略を切り替えたと、うんはい、でその時の、まあ、一つの目玉として補助金復活っていう えー、しかも3か月だけっていう、はい、すごいせこい対策を打ち出したわけです。7 8 9、はい、8、9、10。もともとこの電気・ガス代への補助金っていうのは5月使用分、えー、つまり今月支払い分で打ち切ったわけですね。でその6、7は我慢してねと2か月。うん で八月から三ヶ月だけ復活しますよ。三、うん、ヶ月って、ね。もう暑いですよ。ねえーえー。でもね、その。 ちゃんとキャッチフレーズもつけていて、ええ、酷乗り切り緊急支援って。いやいや、だから七、もう六月。暑いって言ってんだろう。今日はきい。やってください。今日。暑い、今も、今も。今暑い、今日は。頭の中。スカスカって。スカスカ。お前、スカスカ。まだまだ、まだ、地元。暑いって言ってんだろう。まだ六月です。七月も暑いんですけど。そこはないんですか。ないんです。北総理の頭の中では。 8月からが酷暑だって、ね、気象予報士か, <laughs>、ね、からだってね, <laughs> かんね <laughs> 10月はあんまりねえでこれ法上って大体どのくらいあったんですかこれ1か月あたり1000億弱ぐらいの感じですかね,、はいはいえー、ね家庭に直すと家庭にはどのくらいのえっとね、うん、家庭に直すと えっといくらだったかな1400円とかそのぐらいでも大きいですよやっぱりはい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 3ヶ月だけどそうそうそう美穂さんが図らずもおっしゃいましたけど国民の多くの声は3ヶ月かよってそれ以前に酷暑で生活が厳しいんではなくて 実質<で>、はい、賃金が2年も減り続けているから苦しいわけですよ。はいはい、なんでたった3か月だけ、うんえー、この小出しの支援をしたかっていうと、うん、やっぱり財務省へのグリップが弱くて、うんえー、これ総額で多分2 3 0 0 0億円になると思うんですけれども、うん、それぐらいしか財務省から引き出せなかったと、うん、いうことなんだと思います。うん ただ、この減税を、うん、減税っていうか、負担減をアピールする中で、うん、えこの同じ日にですね、うん、え。骨太の方針っていうのを閣議決定する、はい、で、この骨太の方針は大増税負担増のアンパレードになってるんです。それ訳のわかんないことを言ってるわけですよ。負担減を3ヶ月間だけしますよ。はいはい、でも今後。 中長期的にっていうか来年度から大きな負担増を国民に課しますっていう、うん、お前何言ってんのて <laughs> もう焼け石に水もいいとこっていう話ですねそうなんですで、ね、このプライマリーバランス基礎的財政収支を黒字化するっていう目標を3年ぶりに復活させた上にですねしかもそれを来年度。 来年度ともう半年先ですけどそこからやるとつまり財政ゴリゴリに締めるために国民を増税だぞって言ってるわけですそ政治金制法改正案だけだってもう支持率がガタ落ちなのにこの上に まあそんななことしたたらもうもも持たないんじゃないいですかいやだから岸田総理の頭の中ではこの骨太の方針っていうのは来年度なんですよ。うんうん、来年度からゴリゴリ締めるぞ。でもこの減税は8月からやるわけです。で自民党総裁選挙は9月なんです。 これに酔うだろう。お前だめんじゃねえぞっていう。もう、何をバカにするのもいい加減にしろよ。はい、三か月だってならないですよね。もう払わないよ。そんいや、払えないよ。払わないよ。もう、だって。それ、だって、クーラーつけなしじゃ。いや、いや、本当ですよ。そこの時だけ、ちょこっと。 焼け石に水があるっていうだけの話でしょだって。そうそうそう、だからあの、クーラーつけながら、シートヒーター入れるみたい。いや、<laughs> あ、大竹さんの。大竹さん。大竹さん。大竹さんにに。 えだからねもう本当に末期症状っていうか頭悪いにもほも程があるっていうかだから支持率が史上最低まで落ちちゃうんですよっていう話なんです。法人税上げてね大企業の何,何百兆っていうそのお金を。内部留保を削り出す。はいうんうん 切り崩していただけませんかね片っぽじゃね法人税は下がってんだけど森野さんがいつもおっしゃる通り国民負担率は もう死ぬほど上がってるとこれにまだ上がってて、まあねこれから森林なんとか税もこれに今月から森林環境税取られることになったんですけど、知ってますこれ取った上でもう地方で取ってるところっていくつもあるわけですよ。横浜市なんて、横浜市が取って、神奈川県が取って森林環境税、国税ですから、横浜市民は三重区っていうひどいことになる。 え、い一箇所が取るんじゃないのだって。そうそう、三箇所とも取る。んですしかも取るだけ取って、今使い道がないからどんどん機に積みあがって。使わねえんだったら取るなよ。使わねえんだったら取るなよ。もう暑いからみんなヒートアップしちゃっても大変だよ。たび気が立っちゃう。いお時間来てしまいました。注意しま めちゃくちゃだって言われてますよ車以上大竹のもっと言いたい放題でした明日曜日は武田さ,つさん武田さてつさんがいらっしゃいます森永さんのご出演ここまでですありがとうございましたお気をつけて